さあさあ皆様お立ち会い。今回はなぜ1枚30円で購入できたのかよくわからないカードを紹介していきます。バジュラズソウルが1枚、潮流バジュラが1枚、パワードスタリオンが1枚、大勇者デュアルファングが1枚、精霊王アルファディオスが1枚、悪魔神ドルバロムが1枚、聖獣王ペガサスが1枚。他にも購入したカードがあるので、気になる方はコメント欄から本編へ。チャンネル登録もお願いします。